おはようございます。おはようございます。もうでも俺の昔を見てるみたい。本当あいつおはようございます。気持ちよ。天気もいいし、シーマ気持ちはわかるぞ。ほんまにヘディング、ほんまにヘディング下手なやつのヘディング引き方してたね。あのヘディングね。あれ。愛媛で生まれたらヘディングの分じゃないんですか。何だよ。それ可愛く見せよう、みんな。可愛さ。ちょっと稲を持ってもう持ってかないで。今日は今日は。今日は今日は。なくなった。プレーニング。そうだね。おはようございます。おはようございます。まあ、しっかり今日もトレーニングなんでリカバー、次の試合に向けてリカバーできるんで、まあ、ちょっとそれ走りがちょっと、はい、はい、オッケー、はい、はい、いただきましょう。はい、じゃあ、水分。そんな天才じゃない。前向きに頭の後ろ通しね。ちょっと肩甲骨をダイナミックに動かしてください。まあ、今日と明日、ゆっくりしてね。また週明けからスイッチが入るように、まだ本当に簡単に勝てる相手でもないので、最近挑まないとまた足元自分たちが救われることになるから、自分たち次第でまた自分たちが高められることいっぱいあるというところ、食べてる食べてる。ちゃんと引き出してあげてよ。ほほほ。大丈夫。何ですか。オッケー。じゃあ食べて終わります。お疲れ様です。お疲れ様です。です。シーズン1ヶ月、3月4戦の試合があって、ちょっと振り返っていただきたいな。自分たち次第で試合を取ることができるなっていうのが3月ですごく分かったので、そこは本当チーム全員で意識して進めていけたらいいなというふうに思いました。相手チームではない、まあ、相手チームがどういうサッカーしてきても対応できる引き出しだったりみんなの意識っていうのはあるんで、本当自分たちがいい準備して試合に臨むっていうのが本当に大事になってくるなっていうふうに思った3月でした。めちゃくちゃ湿度高い、雨上がりの仙台のスタジアム、毎試合こう難しい時間もこう訪れるとは思うんですけど、ああいう時もやっぱりもう一回自分たちのサッカーを、やっぱ流れがあって、もう今その難しい時間帯、難しい時間帯はもう我慢しようって、しっかり耐えて自分たちのもう一回時間に持っていこうっていう声だったり、そのプレーっていうのが本当ピッチ内でもすごい表現されてるんで、やっぱそういうのを含めてこう本当自分たちでピッチ内でどういうふうに解決していくか、どういうふうに自分たちの流れに持っていくかっていうのが大事なのかなっていうふうに、すごく思いますね。練習も今充実してるような感じですか。もう
自分もそうですけど、やっぱみんな競争があって、と練習からバチバチやってるんで、あ、いいね、やっぱその練習の強度っていうのが、しっかり試合にも現れてるんじゃないかなというふうに思います。シーズン始まってから練習の強度っていうのもギアが上がるもんなんですか？うん、やっぱあの公式戦が始まると公式戦の強度とかプレースピードっていうのを実際肌で感じて、そのプレシーズンよりもう一個上がっていく、それはやっぱ試合を重ねるごとにどん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 高まっていくものだと思うので、まあ、そういうのも積み上げていくのが大事なのかなと思います。昨シーズンと違ってキャプテンが各ポジションに1人ずついるっていう4人体制今年から始まったと思うんですけど、違いとかってありますか？みんな意識高く引っ張って行ってくれてるんで助かります。昨シーズンやっぱ負担結構大きかった？いや、負担は大きいことはないんですけど、そのやっぱそのキャプテンっていう役割をはっきり、リキも空も、まあ、シュンもやっと帰ってこりましたけど、それ与えてもらうことで、はっきりチームに対しても思っていることを発信できるというのはあると思うし、まあ、そこに対してみんなも目線合わせてやっていこうっていうのがすごくあるので、もう本当すごいいい雰囲気になっているなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、4月また。あってやめて。4試合です。あ、やだよな、マジで。あ、いいよ、マジで。ミスだよ、関係ないから。そうですね。まあ、簡単な試合は本当ないとは思うんですけど、でも自分たちで本当、しっかり試合に入って、自分たちの持っている力っていうのをピッチ内で表現して、パフォーマンスを発揮できれば、勝てない試合はないと思うんで、そういう状態に持っていけるように練習を大切にやっていきたいです。なんか楽しみにしてる試合とかってありますか？この対戦相手楽しみないかもしれない。、うん、まあ、どの試合も絶対勝ってやるっていうそういう気持ちです。次またアウェー宮崎戦です。やっぱりお前土用のスパイク入ってるよ。全泊で行くんですか？多分全泊じゃないですか。やっぱきついですか？いや、でも全然、うん、マジで？うわ、もうそこは焦ると滑る。逆にこう移動時間を有効に使ったりとかすることで試合に対してリフレッシュできたりもしてるんで、そこはもうサッカー選手はもうノーマルです。そうですよね。通常業務、通常業務です。そこでだからテンション落としたりモチベーション下がったりとかコンディション落ちてるようでは、うん、それじゃもうやっぱり1年間とか長い期間は選手で戦っていきたいと思ったら、それピッチ外のところも大事にしないといけないので、いかにそういう移動時間とかでもいい状態で試合に臨む準備することは大事だと思います。ありがとうございます。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。1ヶ月、3ヶ月、3月4試合終わりましたけど、今週3セット全部やったやん。初めかなりね、大きくつまずいたっていうゲームが、まあ、次、かなり大を引いて苦しい出だしっていうか、なかなか自分たちのリズムがつかめない状況がありましたけども、まあ、ここ2試合なんとか勝利が、につながってるっていうのは、まあ、少し
まあ、それを何て言うんですか、払拭できたっていう部分が、まあ、今のうちが結構大きなものかなっていう感じはしてます、ね。まあ、少しずつチームは前進してるかなと思います。運動量はまあまあ長野戦の終盤に1点追いついて引き分けに持ち込んでホームで勝ち点1を取ったところがこの序盤戦のちょっとポイントかなというふうに思うんですけど、あ、ここからこう流れが変わった感じですか。まあ今思えばまあすごい苦しい試合でしたけど、まあ、先制されて追いついて引き分けに持っていったっていうのは、まあ非常に大きかったですよね。はい、マルさんのこう理想とするサッカーのチームが目指しているサッカーをこう100とするならば、各試合大体何パーセントぐらい、何点ぐらい。まあ、その理想とするものに関してはまだまだ全然追いついてないんで、まあ、点数としてはだいぶ低くなっちゃいますけど、まあ、その中でやっぱ相手もあることだし、まあ、その中で勝っていくながらそれを近づけていくっていうことが、まあ、基本的に今すぐ100点取れるかって、じゃあ100点取ったからってそれが勝ちゲームかって言ったらそうじゃない時もあるし、まあ、そこら辺が難しいところではありますけど、まあ、基本的にこうやって勝ちながら今はまあこの2連勝している部分で勝ちながら修正していって、その目指すべきものにちょっとでも毎日前進してるっていうことがまあ重要だから、まあ、本当に前進してそうでもやっぱり生き物ですから、チームもまあみんなやってるもの、人間でやってるものだから、たまに交代もどうしても起きえることだし、まあ、そこは常にこう前を向いてチームとしては上がっていくのがベストかな。まあ、怪我人も徐々に戻ってきつつありますし、まあ、チームとしてはいい方向で進んでるかなというふうに思います。ゆっくりとした部分を昨日の試合では表現できた。まあそうですね、今までのゲームの中では比較的ボールを相手コートまで押し込んでボールはつなげた部分はあったんで、まあ、そこら辺は少しずつこうみんながその自分たちの立ち位置だったりボールをどうやってそれを動かしていけばスペースができるかっていうのはちょっとずつ見えつつあるのかなっていう、まあ、それがもっと相手がそれを強固なブロックとか、まあ、それをハイプレッシャーかけているようにそれができるかどうかっていうのは今後の課題になると思いますけど、まあ、それともう一つそれだけじゃなくてもっと幅を増やさなきゃいけないんで、まあ、それ相手に対応していくときにもっと違う形をまたそのボール状況と周りの立ち位置によってまた自分たちポジションを変えれるかっていうのがまたポイントになってくると思うので、まあ、そこら辺もっと柔軟にできるようにチームを作っていきたいと、まあ、それが形にならずに、まあ、シンプルにゴールを迎えるんだったら本当にゴールに向かうっていうのが一番の醍醐味だと思うので、サッカーとしてボールをつなぐことじゃなくて、まあ、そこら辺をしっかりこう理解しながら前進していきたいなと思います。先ほどもマラソンおっしゃったと思うんですけど、チームは生き物ということで、まあ、シーズン始まってこれからもどんどん長いシーズンの中でこうチームは変化していく、成長していくっていうような考え方ですか。もちろんそうですね、まあ、現状維持っていうだけじゃやっぱり他のチームだってそれは成長していくと思うし、まあ、それがなければ後退だと思うんですよね。まあ、それがチームとしてうまく機能しなかったらそこの差はやっぱ歴然としてくると思うので、まあ、少しでも自分たちが一歩半歩毎日毎日それを前進できるように、はい、それがゲームで表現できるように毎日毎日トレーニングを精一杯やっていきたいなと思います。ミーティング中でもおっしゃってると思うんですけど、難しい試合が続くと簡単な試合はないっていうところだと思うんですけど、4月の試合に向けて意気込みを一ついただいてもよろしいですか。まあ目の前の試合をね、本当に僕たち先の試合がどうだとかいうことは多分考えれないことなんで、次のゲーム、まあ、今日で言うと本当宮崎戦になるますけども、そこに対して
どれぐらいいい準備が毎日毎日を本当に全力で向き合っていくかっていうのがポイントになると思いますから、そういうのを本当に表現できている選手でどんどんチームあのパフォーマンスがいい選手をゲームに送り込んでいきたいと思いますから、まあ、そういう選手をぜひあの見ていただきたいと思いますので、あの選手が躍動している姿を皆さんあのぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。どのように振り返られますか？そうですね、開幕戦まず、不甲斐ない試合をしてしまって、まあ、その中で、うまく立て直せたんじゃないかなっていうのは個人的に思ってます。長野戦の引き分けに持ち込んだのがポイントですか？はい、そうですね、開幕戦、大敗した中でしっかり気持ちを切り替えて、まあ、本当は勝ちたかったですけど、まあ、その開幕戦大敗した中では、まあ、いい試合ができたんじゃないかなと思います。開幕戦後の練習とかはもう完全にもうみんな気持ちも切り替えていい雰囲気で練習できて、そうですね、まあ、うまくみんな切り替えれたと思いますし、まあ、大敗した中で、まあ、もう終わったことはもう仕方ないんでしっかり切り替えてできたと思います。なんかそこにポイントってあったんですか？なんかまあ、そうですね、シーズンは長いんで、まあ、引きずっていても仕方ないですし、まあ、自分たちのミスで失点がしてしまったので、まあ、改善することはそんなに難しくなかったと思いますし、切り替えれたと思います。ソラさん の, あのコーナーキックからのヘディング、セットプレーからのヘディング、はい、毎回こうゴールをかすめていくシーンが続いていると思うんですけど、はい、今シーズンここから得点したいですよね。そうですね、まあ、触るところまでは来てるんで、まあ、あとは枠に飛ばすだけっていう感じですね。試合通して攻め込まれたりとか押し込まれて厳しい時間っていうのも出てきて毎試合あるとは思うんですけど、ディフェンスキャプテンとしてこうなんか意識していくことになってますか？そうですね、まあ、失点するときっていうのは、まあ、チームが緩んでたりとか、まあ、そういう中途半端な時間っていうのがどうしてもあると思うので声を出せばそういう時間というのを少なくできると思いますし、やっぱこの頭を止める時間というのをできるだけ少なくして、声を出しながら全体を動かせることを意識してますね。キャプテンの4人体制で取り組んで、はい、その一角として一角になっているわけですけれども、どういうふうに感じていらっしゃいますか？まあ、個人的には特に意識しているということはないんですけど、まあ、去年のまあ、いつも通り試合中声出して、まあ練習中も雰囲気を盛り上げながらっていうのは去年からやってきたことですし、まあ、それを継続しながら、まあ、今年はキャプテンということで、まあ、ディフェンスラインも若返りましたし、しっかり自分が声をかけながら、まあ、やれたらいいなっていうのを意識してやってます。どのように取り組まれますか？そうですね、まず勝つことっていうのは絶対条件だと思いますし、その中で、今得失点差が、まあ、開幕戦の、5失点というのを響いているので、しっかり、無失点で勝って得失点差をプラスにできるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。4月もよろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。いいオフ、お疲れです。リカバリできました。リカバリできました。しっかりちょっとこの後ね、明日も休みなんでしっかりいい休養取りたいなと思います。すべては次の宮崎戦のためにいい準備を頑張っていきます。お疲れ様です。全然かっこよくないね。かっこよくないです。まだお疲れ様です。気をつけて。はい、はい。